地図四回廊とは、山口県熊毛郡上野関町室津ざ地区で町にある木造西洋建築物である。以前は旅館四回廊として営業していたこともある。現在は国の重要文化財に指定されている。四回廊が完成したのは1879年であった。この建物の思考主は幕末に第二期兵隊の参謀を務めた。 尾形健九郎で明治維新後に故郷に戻り改装業や帰省宿を営んでいた人物である。四階廊はその名の通り四階建てで西洋建築に見られるコーナーストーンが使われているが、伝統的な木造の上に漆喰を施し西洋風の縦長の窓ガラスをつけ、屋根は寄せ棟作りで三河原らぶである。そのため、義用風建築とも呼ばれている。 4階建てであるが、延べ床面積約160平方メートルと広くなく、一層、あたりの高さは2.2メートル、桁雪は6.79メートル、張り間は角5.67メートルで、比較的小規模な建築物である。内装は和洋折衷で3階には、当時し、4階には、鳳凰の装飾がある。 また4階は18畳一室で四方にはステンドグラスがはめ込まれている。そのため奇抜な建築であるが、設計者は誰であったかは不明である。建築当初は、小型の住宅券店舗内市は、寄省宿として利用されていた。その後、1925年から旅館。4階や、1957年から1991年まで旅館。 市街層として営業していた。1999年に保存修理工事が行われ2005年に国の重要文化財に指定された。ありがとうございます。